セントルイス、ゲートウェイアーチエイド・サーリネンは、アメリカ合衆国において活躍した、建築家、プロダクトデザイナー。フィンランド人。多くの建築物や家具を手掛けたが、シンプルで、印象的なアーチ状構造を多く、作品に取り入れていることで知られている。JFK 空港のターミナル後、マサチューセッツ工科大学の音楽ホール、クレスゲオーディトリアム。 1200トンのコンクリート製ドームをわずか3点で支えている。チューリップチェアフィンランドの建築家エリエル・サーリネンの子。ヘルシンキに生まれ、13歳の時アメリカ合衆国に移住。ミシガン州のクランブルック美術大学で教える。父の講座に学び、在学中にチャールズ及びレイムズと知り合った。彫刻を学ぶためパリへ留学した後、イエール大学建築学科に入学。 1934年、イエール大学で建築学の学位を取得し卒業。大学から奨学金を得て2年間のヨーロッパ旅行へ出かけた。1937年、父エリエルと共同で建築設計事務所を設立。1950年にエリエルが成居するまで務め、数々の設計を手掛けた。1940年には、チャールズ・イームズと共に、 ニューヨーク近代美術館開催のオーガニック家具デザインコンペに応募する。成形合板を使った椅子、棚、机を出品しろく部門中に部門で優勝した。1941年からは兵役につきアメリカ戦略局の建築技術者として働いた。彼が注目を浴びるようになったのは1948年ミズーリ州セントルイス市に 西部への国土拡大と開拓を記念して建設される国立公園ジェファーソンナショナルエクスパンションメモリアルの主要部となる記念碑のデザインコンペの優勝案ゲートウェイアーチによって出会った。エーロはまだ無名でコンペの賞は誤って父エリエルに贈られた。高さ192メートル、幅192メートルに達する巨大なアーチは設計に難航したが1963年に 着工、1965年に竣工し、セントルイス及び西部開拓のシンボルとして、親しまれている。1950年の父の死後に、事務所名を解消した。ゼネラルモーターズの技術センター、MIT クレスゲオーディトリアム、特に有名なジョンカイケネディ国際空港の TWA ターミナルビルなど、 コンクリートシェル構造を用いた流れるような曲面の表現主義的なスタイルの建築で一世を風靡した。彼は建築の中の内装や家具デザインも手掛けており、チューリップチェアに代表される、その曲線を用いた未来的なデザインも20世紀中期を代表するものである。また彼は自らが審査委員を務めたシドニーオペラハウスの建築設計協議において、 学生案の中から、ヨーン・ウッズソンの案を強く押し、これを最終的に優勝させたことでも知られる。彼は1961年、51歳で、脳主瘍のためミシュガン州、アナーバーで亡くなった。ゲートウェイ・アーチを、はじめ多くの未完成のプロジェクトが残されたが、彼の下で働いていた、建築家、ケビン・ローチの設計事務所、ケビン・ローチ・ジョン・ディンケル・アンド・アソシエーツが多くを、 完成させた。作品ごとにその作風を変えることから、生存中はしばしば建築界の権威から無視され、嘲笑の的にもなったが、今日では20世紀のアメリカを代表する巨匠の一人として数えられている。ありがとうございます。